リンゴルフアレンジマッチプレー対決です。勝者には5万円の賞金が与えられます。よし、2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をお願いします。ありがとうございます。よし、出てきた。見ます？出てきた。よかったですね、ありがとうございます。92ヤード。うん、ありがとうございます。バーディーダンス踊れるかもしれない。うん、ナイスです。バーディーダンスチャンスですね。バーディーダンスチャンス。で、ズルイキ多分近いよね。本当ですか？なんか いいキックしたよね。したなんか前にポンって跳ねたから手前に落ちたけど、いい感じだと思う、多分。ダンスしたいですね。ダンスしたいですね。やばい、頑張って見えるしかないですね。2歩だよ、2歩のやつ入れないと。自分で決めたい。自分でプレッシャーかけるタイプ。踊れました。ちょっと踊れました。ありがとう。はい、バーディーダンス踊りたくてしょうがなかった。そして今のであれですね、抜かれちゃいましたね。1ポイント。いや、ナイスバーディー。練習はこれにできなかったですよ。いや、もう全部良かった。全部良かった。取れたし、バーディー取れたし、逆転できたし、いやいや。でもトイレだけは行きたい。うん、右サイドから。そうです。ありがとうございます。お、どうですか？おー、ナイス。ちょい手前だけどナイス。ありがとうございます。来たかな。ナイスです。虫が今虫が何すか。うん、すごい来るよね。なんかファンがすごい来る。ファンが、ファンが。です。最後のホールに託された。最後のダブルアップホール。パーで取っても2点だからひっくり返るもんね。
今1ポイント差でしょ。今1ポイント差だからパーでも勝ちなの。そう。逆に同点じゃないってことですか。作戦でもゆうちゃん狙ってくると思う。バーディー、ね、パーを取りに行くじゃない。でパーパー点数入んないですよ。パーパー点数入んないでリノちゃんが逃げ切りで勝つから。逃げ切り。そうそうそう。だからゆうちゃんパーでいいじゃんって普通に思ったんだけど、バーディーですか。なるほどね。しっかり勝ちたいと。なんか中途半端だからパー狙いにはならないですか。うん、まあパーだったらしょうがないけど、バーディー狙ってまあパーだったらまあ、うん、うんって感じ。最初から逃げに入るとなんか私ダメだから。うん、いや私待って、パーオン率 1個しか外してない。全部パーオンしてるんだけど。すごい。後半全部パーオンしてきて。アプローチじゃあ最終だけでですか。うん、最初1ホール目だけ乗んなかったけど、あと全部パーオンしてる。で、パターが3パット3回でしあんなにグリップ試行錯誤したのに、なんかこれだこれだって言って前半終わった感じがしたんですけどね。これだって思ったんですけど違ったから、いやこれかなって、いろいろいじる。まあまあちょっといじりすぎもよくないまあ今回はそれはな学びました。じゃあ最終ホール、はい、ちょっとお楽しみって感じですね。ですね。バーディー、私もダンスしなきゃ。ダンスしたい。伝授してもらう。もうとりあえずね、ここを抑えれば賞金ゲットなんで。ここ取ったら勝ち。勝ち。欲しいですか。欲しいです。はい。結局最後の勝ん、ちょっと左っでもあるよね、うん、どうせ刻みなんでこの方に、うんうん、あでも当たった。でも OB じゃないのかな。うん、 OB ないから右は大丈夫。出ます。 OB ない。なんか右くらい本当に抜けてそうだね。なんかまた左と右で抜けてきた。ちょっともう確実に行って。なんか芝じゃないんで。ナイスアウトです。とりあえず。うん。3点ぐらいでいいんだけど。うん。ありがとうございます。多いとこ。うんうんうん。打つしかない。お、狙うの？いいだって。いやー、ギリギリなんだよな。今何ヤードあるんですか？185です。ああ、結構ありますね。170キャリーギリギリいかないんですよ。左の端に頑張ってのせいか。まあ、ちょっとフォローなんで、ワンブリするしかない。刻むって言っても刻む距離結構残りますもんね、これ。そうなんですね。100ヤードも打てないので。よし、行ってみよう。おぉ。取れんじゃん。おぉ、いいよ。いいよ。超えるわ、超える。おぉ。残った、うん、うんうん、バンカーの右横。ありがとうございます。ナイスナイス。あ、本当だ。ありがとうございます。全然 OK。 超えた、ちょっともうちょっと左だったら、うん、出ます。ちょっと繋げた感じですね。まだまだ分かんない。チップインバーディー、まだ分かんない。3段目でしょ今。そうです。チップインバーディーもあり得る。え、これ今フォローだった。
お部屋に感じるんだけど。52度。はい。ああ。ナイスです。バーディーを狙いに行く。いけるなら私、U で軽くってたもん。U やろ。いいですね。右しかない。おあ、うん、早いあれでもダメなんだ、転がっちゃうんだ、結構前にキックしちゃいましたね。うん、別にパートに来られた、違う違う違う早いかなと思ったの。違う違う違う。狙ってってた、狙ってたんだよ。プロンのイメージだった。普通に、本当に。でも確かにこっちから下って見える。はい、行っちゃったらどうしようと思って。そんな確実に。無理に行ってないから。バーディー狙って、思ったよりショット。結果だった。おお。いや、見せた。ありがとうございます。ウィニングパット。ウィニングパット。失敗。失敗です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。インゴルフアレンジマッチプレー対決。9ホールご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。結果発表いきます。はい、遠藤里乃選手が6ポイント、中谷鈴音選手が3ポイントで、遠藤里乃選手が勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。5万円ゲットです。イエス、ありがとうございます。はい、リベンジされちゃいました。いや、リベンジ成功しました。一体一勝一敗だね、お互い。はい、なんかすごいいい勝負で良かったです。なんかそうですね、なんかスズメッチもいきなりね、しっかりパー取ってきて、おーって動揺した。私も動揺してパターが入りなくなりましたけど、一生懸命頑張ったり良かったです。なんか、ね、しかも今回はあの前半ラウンドを見てもらっての後半でちょっと予想もしながら楽しんでもらうっていう形で、まあ、結構こういい勝負だったんで、最後まで面白かったんじゃないかなって思います。最後ティーショット曲げちゃったので、ちょっとそれが悔しいかな。あフェアで置けたらもうちょっと違う展開になったかな。でも飛距離は飛ぶようになってますよね。うん、距離そうそうそう、全然前見た時よりも当たりもいいし飛ぶようになってるんで、すごい嬉しいです。自分改造してるのは合ってると思う、してたので嬉しい。私はもっとパターを練習したいと思います。特にショートパター。いやいや、待って待って。いや、なんか何ですかね、心の動揺、メンタル、パターってよりメンタルを練習します。鍛えます。スリーポイント5回もしちゃったから。あ、トータルでね。そう、絶対アンダーパーで回れたんですけど、あ、それは練習します。はい、私も練習してまたリベンジしたいのでお願いします。お願いします。お願いします。スズメッチあれだよね、マイナミ出てるんだよね今ね。あ、ね、はい、あのマイナビに投票してもらえるとね、うん、嬉しいんで、はい、毎日投票してます。ありがとうございます。あの試合、やっぱり今年のプロテスト落ちちゃって、あの試合が去年私全部15回ぐらいしか出てなかったんです、年間で。だからやっぱり試合数もっと増やしていろいろ経験したいなって思って、うんうん、概要欄に2人のインスタグラムのアカウント貼っておきますんで、はい、ありがとうございます。はい、まあ、スズネッチの遅くから多分投票ができると思います。ありがとうございます。はい。
この動画がいいなと思ったらいいねとチャンネル登録、まあ、あとコメントもお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。いいコメントいいコメントいいコメント。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。